はい、どうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回も楽しみながら大学入試の実況プレイやっていきます。まあ、実況プレイっていうのは僕がね、初見の問題を解きながらただ思ったこと、考えたことっていうのを話していくっていう、それだけなんですけど、大学入試解くのはねやっぱり楽しいんですよ。だって勉強を通してね、集めてきた武器、まあ、例えば知識とかをね使って大学入試っていうボスを倒していくっていうのはまさにねゲームと一緒じゃないですか。しかもね、僕自身が初見の問題にどのように取り組んでいるのかっていう、その思考過程とかも皆さんと共有できるので、まさにね一石二鳥の企画なんじゃないかなと思います。そして今回実況プレイしていくのが2022年一橋大学の入試問題。まあ、一橋大学はね、もう言わずと知れた文系国立大学の名門中の名門ですよね。そして一橋大学は文系でありながら数学の問題が非常に練られてて、難しくて面白い両門ぞりであることが知られています。一筋縄ではいかないと思うので、気合を入れてね入試問題という敵を倒していこうと思います。それでは早速実況プレイやっていきましょう。2の A 乗3の B 乗足す2の C 乗3の D 乗イコール2022も満たす0以上の整数 ABCD の組を求めようと、整数問題ですね。この問題なんか見たことあるんですよ。これ一橋大学の入試問題だったんですね。まあ、ただね、全く解き方も何も考えてないので、まあ初見なので、頑張って解いていきます。まあ、なんかねすごくシンプルな問題ですね。まあ、とりあえず整数問題なわけなので、まあ、整数問題の3パターンをね念頭に置きながら解くっていうのが基本的な流れですよね。まあ、整数問題の3パターン、まあ、過去のね YouTube の動画で何回も何回も言ってますが、まず1つ目が不等式で大小評価と不等式で、丸2が倍数余りで、丸3が因数分解で積の形と、まあ、大体ねこの3つを使えば整数問題はうまくいくよっていう話なんですけど、まあ因数分解は使えないし、明らか倍数余りを使っていきそうですよね。まあ、今回倍数あまり使えないかなっていうことを考えながら使っていこうと、解いていこうと思います。で、まあ2022が、まあ、これね2の倍数とか3の倍数が大事になってくるので、2022を素因数分解すると 2×1011 だから、かける 3×337 かで、337は素数なので、まあ、2と3の素因数を1個ずつ持つよっていうことがポイントですよね。ってことは、まずパッと思ったのが、これ2の1乗、まあ、だから4の倍数ではないけど2の倍数なわけじゃないですか。ということは、A と C がどっちも2乗じゃダメですね。どっちも2乗はダメだって。まあこのね、A も C も2乗だったとしたら、これ結局、まあ、左辺が4の倍数になっちゃって、まあ、右辺はね4の倍数じゃないから矛盾しちゃうよっていうことで、 A と C が、まあ、どっちかはね少なくとも0か1っていうことが言えますよね。でそれは同じことが、まあ、3の B 乗と3の D 乗についても言えるのか。だから B か D は0か1っていうところでだいぶ絞れますね。まあ、こんな感じで倍数あまりに着目すればかなり絞れるなっていうところで、まあ、あとこれ対象だから2の A 乗3の B 乗と2の C 乗3の D 乗入れ替えても一緒っていうことを考えたら、まあ、A が0と A が1の場合で考えてあげればいいのかな。で A が、まあ、だからね A か C が0か1なわけだから、一旦 A について0か1であるっていうことを考えていくと、そうすると、まあ、B と D についても同じことが言えて、まあ、A が0の時は B が0または B が1または D が0または D が1みたいな感じなのか。で A が1の場合も同じことが言えますよと、こういう場合があるのかな。この8パターンについてね、とりあえず今候補が絞れてると。でもっと候補絞りたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、A が0ってことはの場合っていうのは、こっちが奇数になっちゃうからこっちも奇数じゃなきゃいけないのか。あ、OK、わかりました。A が0の場合っていうのは、A が0の場合っていうのは、2の A 乗3の B 乗、まあ、2の A 乗が1になっちゃうから、これ、第1項は奇数ですよね。ってことは、第2項も奇数にならなきゃいけないっていうことで、
C も0にならなきゃいけないわけですね。 C が0と A が0ならば C イコール0とすると、B が0の場合も D が0にならなきゃいけないのか、ね、B が0の場合っていうのはこれ3の倍数じゃないから D が0じゃないとね、こっちが3の倍数になっちゃうと3の倍数足す not 3の倍数足したら3の倍数にならないからね。ってことは B が0の場合と D が0の場合っていうのは同じなのかということで、まあ、だいぶ絞れましたね。1,2,3,4,5,6 の場合だし、しかも A イコール0、C イコール0の場合ってこれって、まあ、3の B 乗足す3の D 乗ってことだもんね。結局3の B 乗足す3の D 乗イコール2022であればいいっていうことなので、まあ、B イコール0、D イコール0は明らかに NG で、 B イコール1の場合っていうのはこれ3の D 乗が2022-3の1乗だから2019か、まあ、これねを満たす D はないですよね。整数 D はないから NG で、 D イコール1の場合もまあ同じくね、3の B 乗が2019になるから NG ということで、まあ残り3パターン、しかもあどんどん絞れていきますね。面白いですね。 A が1の時は B が 0D イコール0っていうのはまあ明らか除けそうだけど、一応見てみますか。 B が 0D イコール0の時は2の A 乗足す2の C 乗が2022だから、まあ A イコール1を入れると2の C 乗が2020になって、これは NG か。じゃああとこの2パターンについて見ていきたいんだけど、 A イコール1、B イコール1ってことは、あこっちが6になるのか。6たす2の C 乗、3の D 乗なわけだから、2の C 乗かける3の D 乗っていうのが2022-6で、まあ、これ 2×3 でくくってあげると 2×3×337-1 だから336になるのか。で336は7を素因数に持ちますね。3×112 で、あ112って7の倍数だしなって思いました。はい、2の4乗 ×3×7 で素因数分解できるので、まあこれね、7を素因数に持つ時点でアウト NG、 めちゃめちゃ絞れるってことですね。ということで、あとは A イコール1、D イコール1、ここに答えがあるはずだっていうことか。 A イコール1、D イコール1の場合っていうのは2×3 の B 乗足す2の C 乗 ×3 が2022と、これを満たす B と C を見つけてあげれば OK っていう感じですかね。まあここまでやってきたのって倍数あまりに着目して、うん、どっちも2以上は NG なわけだから A が0または1で、 B と D についてもどっちかは0か1なんだからっていうふうに考えたらめちゃめちゃ絞れたというところですね。こっから先はどうしようかな、不等式とか使っていくのかな。 あと B と C が仮に1以上って言えるなら6で割れますよね、全体が。だから B と C のなんか制限ができたらいいんですけど、今のところ A が1、D が1ってことか。で、そうですね、あこれ普通に言えますよねっていうのも、この2022っていうのは3の倍数で、この第2項は3の倍数ってことは、第1項も当然3の倍数だから B が1以上、 B が1以上だし、同じようにこの第1項が2の倍数、2022も2の倍数ってことは、第の2項も2の倍数だから C が1以上と、よって、まあ、これ6で割ることができて、6で割ると3の B マイナス1乗足す2の C マイナス1乗っていうのが2022÷6 だから337かっていう風になる。で、B-1 も C-1 も0以上ですよと。まあ、しらみつぶしで考えてあげてもいいんだろうけど、まあ、せっかくならね、もっと絞り込みたいですよね。例えば、モッド3で考えてみましょう。3で割った時の世界を考えていくと、この2っていうのがマイナス1に変わるわけですね。元で、マイナス1の C マイナス1乗っていうのが、337を3で割った時のあまりは1というふうになるので、 C-1 が偶数ということが分かると。 C-1 が偶数ということで、3の B-1 乗足す 4×4 の2分の C-1 乗イコール337と、4の整数乗というところまで絞り込むことができましたね。でさらにまたちょっと、まあ、絞れるか分かんないですけど、モッド4で見てみますか。モッド4の元では、この4の2分の C-1 乗っていうのは、割り切れるから、マイナス1の B-1 乗っていうのが337を4で割ると、まあ、下2桁ね、
4で割った時の余りなんで1と。あ、絞れますね。いいですね。ということで b-1 も偶数じゃなきゃいけないってことがわかると。だから9の2分の b-1 乗プラス4の2分の c-1 乗イコール337と。なので結局9の整数乗足す4の整数乗が337っていうところまで絞れたので、あとはしらみつぶしでいいんじゃないですかね。まあ、9のなんとか乗っていうのは、まあ、1、9、81、9の1乗、9の2乗、9の3乗っていう風に大きくなっていくけど、まあ、足して337のわけだから729はない。じゃああとはそれぞれについて4のなんとか乗っていうのが対応するかって考えると、まあ、これが1の場合はここは336、まあないですよね。で 337-9 は328、これはないね。で 337-81 は256か、これはまあ4の4乗かっていう風になるので、答えが見つかったっていう感じですかね。大丈夫かな。2分の b-1 が2で、4の4乗だから2分の c-1 が4でなればいいので、まあ、先ほどの a イコール1 d イコール1と合わせてあげると、よって a イコール1 d イコール1で、まあ、b は5かで c が9かで d も1と。で、あと最後に、AB と CD を入れ替えたものも答えなので、A イコール9、B イコール1、C イコール1、D イコール5も答えなのか。この2つが答えになるというわけですかね。まあ、きっと合ってるでしょう。一応答え確認してみます。1591と9115。はい、合ってますね。無事正解することができました。イエーイ。まあこの問題ね、まあすごくシンプルな問題なんですけど、倍数あまりに着目しながら、まあどっちも2以上は NG かとかで絞り込んでいって、どん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 ね、まあ、モッド3とかモッド4とか活用しながら、あのなるべくそのしらみつぶしで調べていくっていう量を減らしていくっていうね、そういうすごい練習になるいい問題だと思うので、まあぜひね、あの僕の初見のこの思考プロセスっていうのを吸収しながら、いろんな問題に生かしてもらえたらいいなと思います。今後もね、いろんな問題実況プレイしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてね、こういうこの問題解いてほしいよっていうものがあれば、ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。